今回はマグロの山かけについてです。外国人はあのドロドロネバネバはどのように感じるのでしょう。それでは早速見ていきましょう。白いものは何か別のものに見えてしまうけど、納豆を思い出しろ。最高だよ。ちょっと変わっているように見えるけど、きっとうまいんだろうね。誰かの家で出されたら食べるだろうけど、正直ネバネバしたものは気持ち悪いんだよね。見た目は悪いけど、試しに食べてみたいよ。肌を刺激するんだって。それでも食べるの？怖いな。赤ちゃんが吐いたもののように見えてしまうよ。これ大好きだよ。本当にシンプルな料理だけど活力を与えてくれるよ。僕にとっては卵の白身のような味だよ。納豆も同じように食べているの？料理の名前が全てを物語っているね。結構クールに見えるけど、消化できるとは思えないけどね。悪いけど、かなりブロック見えたよ。